からね。あ、そうなんですか。へえ。よく一緒になるのは堀内孝雄さんとかね。そこで吸ってるんです。うん、ちなみに銘柄は何ですか。いや普通だったと思うのは別に。マイルドゼロとか吸ってたような気がするな。いや、堀口さん、僕はこれマイルドセブン D スペックってやつなんですけど。マイルドセブン、ええ、何 D スペックって言うんですけど、もうそれを大体定番で。これは去年あたりからこれにしたんですけど、あの販売中止になっちゃいまして、それまで吸ってたのが。あ、これですか。いや、あ、マイルドセブン、ええ、1ミリにして味が濃いやつ気に入ってたんですけど、中心になっちゃって。今のやつは何ミリぐらいの？これも1ミリなんですよ。で、1ミリでちょっと水ごたえになるよとか、ただこれにたどり着いたんですよ。なるほどね。あ、そうだ。その、要は現場の、現場のあれですよね。裏話的に。大体こう行ったら、まずは譜面パッと渡される感じ。そうですね。まあ、普段やってるコンサートの仕事っていうのは、大体コンサートのメニューって変わんないですから、結構もう覚えちゃってるようなところあるんですけど、はいはい、そうでない仕事ですよね、はいはいはい、初めて行くそういう録音する現場とか、はいはい、そういう時もまずこうね、譜面見てこう大体まあ音符が書いてあればその音符のメロディーをまずこうイメージしてみて、それをギターで、ね、これディストーション系でこのメロディーだったらこのように弾くなみたいな、ね、例えば、なんかもうちょっとしたあれでもいいんですけど、ラソミレドってあったら、はい、どうやって弾くか、それもあれだし、ね、いろいろね、こう、はいはいはい、ね、ニュアンス的な、ミーファミーレドーレとか、はい、こう弾くんじゃつまんないな、ちょっとエキサティングに弾こうかなとか、まあ、そのシチュエーションに合わせて、おとなしく弾いた方でいいのか、ちょっと音楽に合わせてね、ロック的な感じ、ちょっとじゃつまらずでちょっと溜めるみたいな、溜めるみたいな、いろんなね、こうその際に必ずこう多分そうだと思うんですけど、こう運指とかも多分考えてるんでしょうね。決まったポジション以外をやると絶対に本番では間違えます。あ、なるほど、ね、うん、いろんな、ね、ポジションもギター選べますからね、はいはいはい、僕の場合必ず決めたらそれを使います、それを通しますね、その運指とポジションを。あ、なるほど、なるほど。となるべくこうこれ本番で途中で間違えないコツなんですけど、なるべくこう無理のない運指を選ぶっていうのも大事なことかなと思いますね。で、あ、この曲のこのシチュエーションだったらこの運指でこういうふうに弾こうっていうのがイメージできたら、それをちょっとさらって本番に、まあ、正確にというか間違いないようにこういい感じで弾けるようにそうですね、するという、それをいかに早くできるかっていうのがやっぱり、あ、時間も限られてますもんね。それはもう30分とか、そういった1時間とか、その間にバーッとこう、そうですね、そんなに時間もないですね。ものによってはもうドーッと取っていっちゃうやつもあったらね、本当に数分でその作業をちょっとパッとやって、でまあで音楽によってはこう定番フレーズみたいなそういうのもあるんで、はい、そういうのの弾き方っていうのは大体こう自分の中で、ね、もうストックしてるから、こうちょっと引っかかりそうなやつをこうまず見っけて、これちょっと厄介なフレーズじゃないかみたいな、ね。要注意な箇所はちょっと意識して見とくみたいな。なんか嵐の曲だったっけかな、なんかやらされて、
ちょっとジャニーズの嵐、ね、ジャニーズの嵐、なんだっけな、忘れちゃったな、なんか引っかかるような、引っかかるようなね、なんかちょっと一癖あるリフが、リフがあったんですけど、うん、嵐の曲でね、その引っかかるようなリフはどんな感じで処理したんですか。そのとりあえずはあのなんとかあの音符通りたどればなんとなく雰囲気が出るようにはなってるんですよね、はい、ただギターの場合こう音符通り書いてもなかなかこう、うん、そういうフィーリングじゃないんだよ、はい、なんか本当に書ききれないものが結構ありますよね。だからその後に、ね、YouTube でそれ聞いてこうやってやってんのかみたいなねそういうちょっと後々勉強したっていうパターンですか、はい、それも。要はその嵐の曲は聴いたことなくて譜面だけがあってこれどうやってんのかな、まあ音符通りにこんな感じかなってやったんだけど、まあ後々聴くとあこんな感じかみたいな、まあそこでまた経験じゃないですけどなるほどみたいな。よくあのビーズ系の曲とかも前なんかやらされたことありましたけど、だからビーズ系は結構聴いてましたね、あの事前に。あもうビーズ系のやるからっていうことで、いやあのやるも何もそういうのも聞かないんですけど、もしそういうのが来たら対応できるようにみたいなね。あなるほど、オファーがあった時にある程度すんなり入れるように、オファーは今ないけどもそうそうそうちょっといやもしかしたらっていうことで聞いとくみたいな、これ厄介だぞみたいなね、ありましたね。まあやってみると別にどうってこともないって言われもないですけどね、あの人上手いですからね、もともとね。あそうですね、タック松本さんですよ。あの人も多分確かマイケルシンカーこそだった。あそうです、そうですね、カバーしてるアルバムとかありますか。あそうですか。好きな曲ばっかりを集めたインストアルバムかなんかだった